カレー黄斑変性とは、カレーに伴い目の網膜にある黄斑部が変性を起こす疾患である。失明の原因となりうる。以前は、老人性円盤状黄斑変性症と呼んでいた。また、アームドと略していた頃もあった。初期症状としては変死症を訴える人が多く、それをきっかけに眼科受診をし、この疾患に気づく方が多い。その後病状の悪化ともに、歪みが強くなり、 眼底出血などにより視力低下、中心暗点が見られ、失明に至る場合もある。眼底、特に黄斑部に病変を認める。南性ドルーゼン、網膜色素上皮剥離、黄斑化出血などを認め、黄斑変性に至る。萎縮型の場合には、ドルーゼンを伴い、徐々に黄斑変性に至るケースが多い。近年高齢者に増加しており、アメリカでは、中途失明原因の第一位である。 男性の方が女性に比べ3倍多い。発生要因としてなどが挙げられている。遺伝子の関与という点では、日本人ではコンプリメントファクター A1 よりもハトラ1と l o c 三十八万七千七百十五の関与が強いことも示唆されている。日本人の加齢黄斑変性の原因遺伝子として、ハトラ1と l o c 三十八万七千七百十五を初めて報告したのは、 東京医療センター感覚器センターに所属していた元、衆議院議員の吉田三彦子である、ウェット型とも称されることがある。脈絡膜から異常な脈絡膜新生血管を生じ、網膜面に進展する。新生血管は脆弱でありそのため出血、新出物の貯留を認め、大半部の機能障害をきたし、変死、視力低下などをきたす。最終的には、 王半部に不可逆的な変性を起こし、著しい、視力低下となる。脈絡膜新生血管のタイプは、以下のように分かれる。非新出型とも、ドライ、タイプとも称されることがある。加齢に伴い王半部が変性を起こし、変性の範囲により急激な視力低下を認める。新出型のような脈絡膜新生血管は認めない。現在のところ治療は有効なものはない。 もしあえて行うのであれば、対象療法的な薬物、または、サプリメントの投与がある。変子症の自己診断、変子の評価に使用する。進出型規範変性には主に VEGF、阻害剤投与、もしくは、抗戦力学的療法が用いられるが、VEGF 阻害剤投与のうちでも、ラニビズマブ、アフリベルセプトの投与の有用性が注目される。欧米の多施設による試験では、 光線力学的療法が視力低下を部分的にしか阻止しない一方、ラニビズマブでは視力回復が期待できると報告されている。加齢黄斑変性の発生に再し血管申請及び VEGF が関与しており、血管申請阻害薬の投与により進行を防止、改善する可能性がある。代表的薬剤としてラニビズマブがある。投与方法はガラス体内に注射。 ダニビズマブは抗 VEGF 抗体のファブ断片であり2009年1月製造販売承認を取得販売元のノバルティスファーマによるサイトに総合製品情報概要などがあるベバシズマブはカレー王変編成に対しては厚生労働省未認可の治療薬であるアフリベルセプトはより新しく保険適用となった薬剤でビゴフはマイナス1及びビゴフはマイナス2の 細胞外ドメインを持つ遺伝子組み換えタンパク質であり、VGF e の作用を効率よく阻害すると言われる。光感受性物質であるベルテポルフィンを静脈注射し、薬剤が脈絡膜新生血管に集積した際に、PDT 専用のレーザー装置を用いて689ナノメートルのレーザー光を照射し、ベルテポルフィンが光活性化し、 脈絡膜新生血管を退縮させる治療。特に、クラシック CNV に対して有効性を示す。少なくとも、初回照射時、薬剤投与後48時間は、社交目的に入院が必要である。3ヶ月に一度増影検査を行う必要と、認められれば、再度行う治療である。講習を受け試験に合格した認定員が施行する必要があり、 また特殊な機器が必要であるため、施行施設は限られる。保険適用されているが薬剤が高く、高額な自己負担が必要になることもある。新生血管が大半部に及んでいない場合に直接、行行を行う。その行行犯により、暗転が生じることがある。CNV が中心化したにない場合に適用になる。外科的に、新生血管を抜去する。 CNV が中心化したにない場合に適用になる。抜去後暗転が生じることがある。意図的網膜全剥離を起こし、傷んでいない、色素上皮のところに網膜を回転させて横半部を移動させる。結果として、射死や副死になる。術後射死手術、または同時手術が必要になることもある。脈絡膜心性血管を退縮させる目的で、放射線を照射する。 低エネルギーのレーザーを照射することにより、温熱により、新生血管の破壊を促す治療法。厚生労働省未認可の治療法である。除砲性ステロイドを、テノンローカまたは、ガラス体内に投与し、新生血管の退縮を狙う。手術療法、PDTVGF 阻害薬投与と同時に、行うことがある。投与により緑内障を発症させる可能性がある。 糖質コルチゾール活性を有しないように、化学構造を変化させた合成ステロイド剤である、アネコルターブアセテートをテノンローカ投与し、新生血管の退縮を狙う。VEGF に結合し、効果を発揮する。投与方法は、ガラス体内に投与である。代表的薬剤として、ペガプタニブがあり、2008年7月、製造販売承認を取得。止血剤や炎、ルテイン。 ゼアキサンチン、ビタミン類、ベータカロチン等、高橋マサヨは2014年9月12日に自己由来の iPS 細胞から作成した網膜を患者へ移植する臨床研究を世界で初めて実施した。これは加齢黄膜変性の治療を目的としたものである。これまで動物実験でのみ行われてきた人工的に作成した網膜を生体に移植する研究を 実際に人体に応用した初期の例である。約1年後、該当する患者の視力はほとんど下がらず、腫瘍の発生もないと報告された。2017年2月には、神戸市立医療センター中央市民病院、大阪大学大学院医学系研究科、京都大学 IPS 細胞研究所、理科学研究所が申請していた。 他人由来の iPS 細胞を使った、神出型カレーオーハン変性症の臨床試験に、大使厚生労働省が計画を了承し、2017年4月から5人の患者に移植が実施された。2019年4月18日、理科学研究所らが、他人由来の iPS 細胞を使った、神出型カレーオーハン変性の治療を受けた5人の患者の術後1年の経過を報告。 安全性が確認され、視力低下も抑えられた。5人とも移植細胞が定着しており、損なわるための構造が修復できたことも確認した。ただし、VEGF 阻害剤投与では、視力の改善が一般に見られるので、現在のところは、VEGF 阻害剤投与の方が手術の容易さ、コスト、視力回復の成績のすべてにおいて優れていると考えられる。A コンプラメントファクター HA、ウェットタイプ A、カーイドルニオバサキアローラゼーション2006年、FDA 承認済み A、フォトダイナミックセラピー A、ベータポルフィン A、トランスポピデリサーモセラピー A、アニコーティブアセテート A、ペガプタニブカレーオーハン編成には無効であるという、報告もある A、テティネルアンジェアマタスプロリフェレーション、ハットモルビス2006062、2006マール62 156から8、モルビス、2007A エープリル43、545から8、T 吉田、北村正樹、ルセンティス、眼内投与で、黄半編成症の視力が回復する例も、アーカイブされたコピー。2013年3月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2010年10月28日閲覧、アーカイブされたコピー。 2011年12月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2011年11月27日閲覧、アイディアについてアムジェーローサルマル、2003、ディセンバー136、1049から61、ジャパニーズウェイジ、リレーテッドマキアラ、ディジェネレーショントライアルスタディーグループ、理科学研究所広報室報道担当2013年7月30日発の、 iPS 移植から1年、過励王半変性の患者、視力安定から、読みドクター2015年9月13日閲覧、理科学研究所、進出型過励王半変性に対する竹 iPS、細胞由来網膜色素上皮、細胞検脱液移植に関する臨床研究の、研究開始について ABCD、他人の iPS 移植、実用化へ7号名理検、術後良好。 日本経済新聞電子版日本経済新聞社2020年1月8日閲覧ありがとうございます。